はい、どうも皆さん、こんにちは。いずこです。それでは今回なんですけども、ワンオンが Apple Pay に対応実際の設定方法や500ワンオンポイントがもらえるキャンペーンも解説ということで、ついにこの日がやってきました。Apple Pay のワンオンについてですね。この動画ではワンオンが Apple Pay に対応したことでの設定ですとか、キャンペーンも含めてお伝えします。ぜひですね、日頃から Apple Pay を使っている、そしてワンオンなど使っている方は必見ですので、参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 ということでね、ちょっと前ぐらいから噂になってたこちらの Apple Pay 和音がついに始まったということなんですけども、同じこの日にですね、こちらの7個も Apple Pay に対応したということでございます。まあ、ちょっとね、同時にお伝えするとちょっとごちゃごちゃになってしまうので、今回の動画ではこちらの和音の Apple Pay についてお伝えします。それでは今回発表されたページを一緒に見ていきましょう。Apple Pay の和音を始めようということで、和音の Apple Pay なのか Apple Pay の和音なのかちょっとどっちか迷っちゃうとこではあるんですけども、Apple Pay の和音という感じでいいかなと思います。 まあこちらのね、アップルペイのオンなんですけども、発行手数料無料でカードが発行できたりですとか、もし対象のカードが持ってたらですね、このオンのカードをもちろん取り込むこともできます。これいいですね。で、僕自身はちょっと違うワオンのカード持ってたんですけども、後ほどね、僕も発行してみたいと思います。他にもね、こういったご当地オンなど多彩な県面からお好きなオンカード選べますと。あとね、ちょっと今回話題になっておりました、ここですね。現金でも対象クレジットカードでもチャージできますと。まあ今回ですね、まあ、このページの中の下の方に下がっていただいて、ここを見てほしいんで よくある質問、問い合わせ先と。まあ、大体ここら辺を見れば、まあ、かなりね、気になる部分がしっかりと載っております。それがこちらなんですけども、まずはこの対応機種なんですが、iPhone の場合は8以降の機種かつ、iOS15 以降、Apple Watch はシリーズ3以降かつ、WatchOS の8以降ということですので、まあ、15って最近ね、出た iOS のバージョンですので、まだ利用される方でアップデートされてない方は、これが必要ですね。ににこちら Apple Pay のの移した後の和音カードは使えますかと というところなんですけども、Apple Pay のワオンに移した後のワホンカードはご利用できなくなりますということですので、まあ、普段のねお買い物をもうワオンでされてる方は、もうその物理カードがなくなる覚悟で、まあ、こちらに切り替えるっていうのがまあ、必要になってくるということでございます。確かこれスイカとかもそうでしたっけ？ちょっと僕スイカのリアルカードを持ってなかったんですけども、確かスイカも似たような感じでしたよね。これはねしっかりと事前に押さえておいてください。そしてここも重要ですね。Apple Pay のワオンで使えないワオンはありますか？ということなんです。 なんですけども、大体大きく4種類っぽいですかね。この G.G. カって僕ちょっとあんまり聞いたことないんですが、ご当地ワオン、ジャルのマイルが貯まる j m b 1を僕が持ってるのはこの j m b 1なんですよね。で3つ目は吉野家ワンなどグループ外部提携発行ワオン、そして4つ目クレジットカード、キャッシュカード一体型の電子マネーワオンは Apple Pay のワオンの対象外です。また カー大好きワオンってあるんですね。これ初めて聞きました。順次、いう予定です。この他にも、オンアプリ内のカード選択画面にない上記以外のカードも対象外となり、設定できませんということですので、まあ、全部が全部のオンで対応してるかというと、そうでもないということでございます。なので僕は今回のタイミングで新規発行を行います。そしたらもう一つ、ここですね。Apple Pay のオンにチャージするところなんですけども、クレジットチャージができるカードの種類を知りたいということなんですが、まず、イオンマークがついてるイオンカードはオンアプリで設定できます。 ポレットアプリでのイオンカードの設定はマスター JCB がついたカードとなりますと。ビザマークのついたイオンカードは設定できませんということですね。そして、イオンカード以外のマスター JCB アメックスのついた 他社クレジットカードは、オレットアプリでのみ設定できますと。で、マスター JCB アメックスの付いたデビットカードは、オレットアプリで設定します。4クレジットサービスが発行しているデビットカードは設定できません。ただし、2及び3は、オレットアプリに設定した他社クレジットデビットカードのうち、ワオンのチャージに対応しているカードとなりますということで、まあ、ちょっとね、文字だけ見ると、なかなかちょっとイメージつきにくいとこではあるんですが、まあ僕自身、4カード自体は持ってないんですけども、まあこちらに出てるように、そういった僕みたいな場合は、マスターカード JCB アメックス MEX のカードであればまあ一応チャージはできるとですけどもビザについてはチャージはできませんということですのでこれは結構ね痛いところでもあるかもしれないですねチャージ金額については 現金またはオートチャージは1000円以上で1000円単位。そしてクレジットチャージに関したら1000円以上で1円単位となります。1回あたりのチャージ上限額は現金チャージ、そしてクレジットチャージ、オートチャージすべてが49000円です。ということでございます。ま、押さえるところはま、ざっとこんな感じではあるんですけども、まあ、今回ですね、この Apple Pay の和音が始まることによって、キャンペーンも開催されます。今 Apple Pay を始めると500ポイントプレゼント実施中ということで、こちらキャンペーンの期間が2021年の10月21日12時から11日 1>, 1月の4日23時59分までとなっておりますこちらのキャンペーンなんですけども応募が必要となっておりまして1万円以上のチャージで先着10万名様限定のキャンペーンとなりますで今回のこのキャンペーンでもらえるポイントはワンオンポイントがもらえましてキャンペーンを参加するためにはウェブサイトでの応募が必要となりますで今回この先着ということですので応募受付番号が10万人到達時点で応募受付終了となりますただし 応募受付番号が10万を超えた場合でもお客様を受付させていただく場合がございますという、ちょっとね、曖昧な感じですけども、とりあえず急いでねっていうことだと思います。で、もう時間自体はちょっと過ぎてはいるんですけども、本日の昼の12時、もう過ぎちゃっているんですけども、そこから来月11月4日の23時59分までとなります。で、今回の商品は500ポイントということなんですけども、1万円以上チャージされた方が対象になるんですが、応募のみではポイントんで対象外となりますので、とりあえず1万以上チャージしてね、と いうことですね。で、今回の対象のチャージなんですけども、現金チャージはもちろんクレジットチャージ、オートチャージ、これら3種類ということなんですけども、銀行口座チャージ、そしてポイントチャージは除くということでございます。で、商品ポイントの受け取り方法についてということで、まあ、これに関したらね、ワンオン独特の受け取り方法になるかと思うんですけども、2021年の12月20日から9月30日まで、まあ、かなり長い期間にはなるんですけども、短ペン期間の対象部のポイントの受け取り開始は、2021年の12月20日月曜日予定から、ワンオン アプリイオンのお店設置のワオンステーションまたはイオン銀行 ATM ワオンネットステーションでご確認いただけますと、そしてペニーマートに設置のファインポートにてワオンに交換いただくことで全国のワオン加盟店でご利用いただけますということでございます。なのでね、若干ね、まあお手間かかるところではあるんですけども、もし参加される方はとりあえずね、もうこの日付とか、もうカレンダーとかにも入れておくのがいいかなと思いますね。まあ、わざわざこの確認というのがね。 ちょっと大変かもしれないですね。一応このキャンペーンについての注意書きもいくつか下に出ているんですけども、例えばここですね、複数回に分けてチャージしているんですが合算されますかということで、同一の Apple Pay の和音番号でチャージ対象期間内にチャージしていただいた場合は合算可能ですということですので、まあ一番いいのはまとめてチャージするのがいいんですけども、何回かに分けてチャージしても OK ですよということでございます。そして今日ね、この Apple Pay One は午前中にもうすでに <laughs> スタートはしてたんですけども、キャンペーン期間対象前のチャージは対象です。 ですかということで、キャンペーン開始前のチャージも対象ということですので、ちょっとね、早ちりしてもうチャージしちゃったよっていう方もね、全然参加できるみたいなんで、ぜひね、ここら辺は気兼ねなく参加できると思います。ではですね、こちらの Apple Pay の和音なんですけども、インストールと設定を早速やってみたいと思いまして、まずはこちら、和音アプリを App Store から検索していただいて、このまま入手をしてインストールをしてください。そしたら開くに変わりますんで、そうすると、ログインが出てきます。この画面の中で、アカウントを持ってませんので、新規登録を僕行いますんで、これをタップします。そしたら、 利用規約が出ててきますんんでで間違いいなけれればチェックを入れて次へに進んでくださいそして、携帯電話番号を求められますんで、入力していただいて、そしたら、次にご自身の名前、生年月日、ログイン、パスワードそれぞれ入力してもらって、次へに進みます。そしたらですね、これで会員登録が完了ということで、めちゃくちゃ簡単ですね。そのまま進むと、今度はパスコード設定出てきますんで、この4桁のパスワードを設定して、セキュリティ設定完了ということで、これで次に進みます。そうすると、ワンを始めるということで、ワンを新 発行またはウォレットアプリにすでに設定されてる方ですとかこれからカードを取り込む方そして新しい iPhone に変更された方というこういった3種類のメニューが出てくるんですけどもちょっとよく分かんなかったんでとりあえず僕はこの後で設定をタップしましたで一応チュートリアルっぽいような画面が出てくるんですけどもこれで思う後で見るで進むとまあ先ほどね出てきた画面が出てきますまあ、とりあえず僕はね和音自体を一応持ってない僕が持ってるのは JMB 和音なら持ってるんですけども それはちょっと今回の対象外っぽいので、今回はこのワンを新規発行してみたいと思います。なので、こちらの一番上をタップすると、こういったお客様情報確認画面が出てきますんで、間違いなければ確認をタップ。次に、カード選択の画面が出てきます。これがね、先ほどお伝えしてたご当地ワンの画面がブワーって出てくるんですけども、一般カード、一般のワオンカードも選べるみたいです。僕はね、福岡に住んでるんで、この九州沖縄というとこタップして、まあ何かしら選択することができます。おそらくね、これ、福岡だったら山笠のことだと思うんですけども、まあせっかくなんで、 でね、これを選択しまして、間違いなければこのまま次へで進みます。で、次に Apple Pay のカードを追加する画面が出てくるんですけども、こちら iPhone と僕 Apple Watch 持ってますんで、この iPhone に設定したいんで、iPhone タップして次に進むとカード追加の画面が出てきますんで、このまま次へに進むと、これで先ほど選択したワン on が追加されたということでございます。間違いなければこのまま完了で進むと、オレットでメインカードに設定しますかということで、今回はね、今はしないを選択しました。 そしたら、こういった画面に変わります。この画面については、ワンアプリの画面となっておりまして、まあ若干ちょっとごっちゃになってくるかなと思うんですけども、この画面ともう一つですね。 こちら、ウォレットのアプリということで、iPhone にはウォレットっていうアプリがあるんですけども、そちらから開くと、この画面が出てきます。まあ、iPhone X 以降であれば、右側のボタンをね、カチカチっと押すと、こういった画面出てくると思うんですけども、若干ね、この二つについては、少しだけ仕様が変わります。それについては、この Apple Pay One を始めるの画面にあるんですけども、若干先ほどお伝えしたとこではあるんですが、まあ、何が違うのか、まぁ、あ、わかりやすく言うと、ワオンアプリについては、 クレジットカードの設定についてはですね、イオンマークのついたイオンカード、それが設定できると。で、先ほどのウォレットアプリの方についてなんですけども、クレジットカードの設定で、マスター JCB マークのイオンカード、そしてマスター JCB アメックスカードのクレジットカード、 マスター JCB アメックスマークのデビットカード。これらが使えるということでございます。ですけども、この米5のところなんですけども、イオンクレジットサービス発行のデビットカードは対象外ですということですので、まあ、そこら辺をね、気をつけた上で、このオレットアプリとワンオンアプリを使い分けてみてください。でですね、今日お伝えしたことを簡単にまとめるとこんな感じです。まず対応している機種なんですけども、iPhone8 以降、iOS については15以降、Apple Watch については Apple Watch のシリーズ3以降で、ウォッチ OS は8、8以上ですね。 で、チャージできる単位なんですけども、現金オートチャージについては1000円以上、クレジットチャージについては1000円以上1円単位と、そしてチャージ上限なんですけども、こちら1に合わせてどちらとも1回当たり49000円までということでございます。で、注意点としたらまあいくつかあるんですけども、やっぱりこれかなと思うんですが、Apple Pay の 1on にですね、カードを移したら普通のリアルカードのワ o n は利用できない状態になりますんで、まあ、なのでどっちかでもうこの時点で決めないといけないので、ちょっと紛失とかのリスクとか考えると、やっぱりリアルカードの方がいいってい いう方はそのままでもいいと思いますそしてキャンペーンについてなんですけども特典内容として Apple Pay One を始めて先着10万名様に限定500ポイントがもらえるとでキャンペーンの期間は既に始まっておりまして10月21から11月4日まで条件としたら応募ボタンから応募して1万円以上チャージするということでございます新定される時期なんですけども2021年の12月20日月曜日を予定しているということでございますで確認方法なんですけども on ステーションでやったりとかイオン銀行 ATM on ネットステーションで交換方法として ファミンポーートの電子マネーに交換するるこことととがでできいいうことでございま,すまあ、そんなこんなで今回は Apple Pay の WAN について簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、キャッシュレスユーザーと言いながらね、僕自身本当 WANON が今回初めて使うということでございますんで、また試しにね、いろんなお店でちょっと使っていこうかなというふうに思っております。もしですね、今回の Apple Pay w a o n についてですね、実際の使い勝手ですとか、お得なチャージ方法とかあればですね、コメント欄でいただくと、さらに僕もテンションが上がります。 まだね、不慣れなものなので <laughs>。で、冒頭でもお伝えしたように、アップルペイの7個についてはですね、ちょっと別の動画でまた解説をしようかなと思いますんで、もしね、7個利用される方はぜひそちらも見ていただければと思います。一応今回お伝えしたアップルペイワオンについてのリンク、そして、キャンペーンのリンクも概要欄貼っておきますんで、また詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。